自分がしっかりこう攻撃でボールを触る回数が多いほどやっぱり自分の良さだったりリズムだったりっていうところは出せるので、まあ、しっかりボールに関わって、まあ、攻撃のテンポを出すところだったりっていうのをやっていければいいかなと思ってます。まあ本当にすごく元から海外でプレーしたいっていう気持ちはずっとあって、でやっぱりこうなでしこの遠征で、まあ、ヨーロッパに行ったりだとかっていうことでやっぱり体感して、まあ、もっともっとこういう海外の選手と日常的にこう一緒にプレーしたいなっていう思いがやっぱり強くて移籍は決断しました。海外で活躍できる選手になりたいっていうことが本当に、まあ、自分のまず目指しているところですし、まあ、やっぱりそういう国際大会、まあ、ワールドカップだったりオリンピックだったりっていうところでのやっぱり結果を残すっていうところでも本当に日々そういう厳しい環境に身を置く必要があるかなっていうのはすごく思っていたので、まあ、本当にそういうところを目指して、まあ、本当に日々一日一日を大切に積み重ねているっていう状況です。本当に移籍して1試合目2試合目とかは本当に全くスピード感も違くて、本当に率直にびっくりしたというか、本当に別物すぎて、まあでも今は慣れてきて、私のチームはつなぎながら、まあでもかつゴールに向かうスピード感だったりっていうものはすごくあるので、まあ、やっていてすごく楽しいです。まあ日本はしっかりつなぎながらゴールを目指すっていうところであるんですけど、まあアメリカのリーグ、まあ、いろんなチームと対戦してみて、まあ、やっぱり縦に速いっていうか、もうゴールに直線的に向かっていくなっていうのは本当に大きな違いだなっていうのは、まあ、リーグ戦を戦ってみてすごくそこが一番強く感じました。私たちが練習してるグラウンドもちろん天然芝なんですけど、まあ、天然芝がスタジアム合わせたら8面あって、まあ、そこで本当にユースのまだ中学生とか高校生も天然芝でプレーしていて、本当にジムも素晴らしいですし、あとやっぱりサポーターの方々がもちろんすごい熱を持って応援してくれて、まあ、女性もすごく多いですし、あとはやっぱり子供がすごく多くて、すごい女の子もすごい多くて、本当に憧れの目でキラキラした目で毎試合で試合に来てくれるのですごくいいなっていうのは感じてました。本当に日々一日一日勝負っていう感じで、まあ試合、まあでも行った当初よりはアメリカのそのサッカーっていうものにも慣れてきて、まあ、自分の良さだったりっていうのをこう出せるようになってきたのかなとは思います。戦うのはやっぱりそういう強くて速くてっていう海外の選手なので、やっぱりそういうところにやっぱりそういう選手たちとこう日もう練習から一緒にできるっていうのはもうすごくやっぱり日本では体感できないやっぱりスピードだったり強さだったりっていうのがあるので、まあそれが日常になって、まあ、自分ももっともっと本当に力強いプレーだったりだとかっていうところを磨いていければやっぱり、それはやっぱり日本では体感できないことなのですごくプラスになるのかなと思ってます。まあそうですね、まあ、アメリカの選手は縦に速くて、まあ、もちろん力強くてっていう部分で、まあ、本当にまあ、その日本人らしいというか丁寧なポジショニングだったり、まあ、技術っていうところは、まあ、通用しなくはないなっていうのは、まあ、正直アメリカに行って感じました。まあ、プレッシャーもさっきあそこにいたよねみたいな感じのすごい遠い距離にいたはずの選手がもう目の前にいるみたいな
ていうのも本当にほぼ そんなものばっかりなんで、本当にそういう早いプレッシャーだったりとかっていう中で、まあ、自分がしっかり慌てずに、落ち着いてプレーできるようになれば、まあ、もっともっとこうチームにもプラスな影響を与えられると思うので、本当にそこも意識しながら、そこも成長していきながらやっていきたいなと思います。そうですね、まあいろんなところでそういうところはまあ聞かれたりはしますけど、まあでもまあ本当になでしこの10番っていうのは、まあ今まで本当に偉大な方々がつけてきた番号なので、まあそこに対してのやっぱり責任だったりっていうのは本当にすごく、まあ誰でもつけれるような番号ではないので、すごい重みは感じますけど、感じるし、やっぱりそういうプレーもしていかなければいけないっていうのは、もちろんこう自分の中ではあるんですけど、まあでもやっぱり自分らしいプレーというか、まあ自分らしくこうチームを勝たせられるようなプレーをしていきたいなと思います。まあ、なでしこジャパンっていうとやっぱり澤さんがやっぱり本当に、なでしこジャパンといえば澤さんっていうところがあったので、澤さんの活躍というか澤さんのプレーもずっと見てましたし、あとは荒川恵理子選手は小さい頃からすごいなと思いながら見ていました。なんかそのまだ小さかったし、世界っていうものを知らなかったので、世界一があのどれだけすごいことかっていうのは、まあ、その当時はあんまり、まあ、分かっては、まあ、すごいっていうのは分かってたんですけど、どれだけすごいことかっていうそのすごさはあんまり分かってなかったですけど、でもやっぱり、まあ、ああいう舞台で優勝した選手の方々を見て本当になんかキラキラしていてかっこいいなっていうのはすごく思ってました。本当に、まあ、私自身、まあ、もちろんメンバーに入るところからの戦いなので、まあ先、まあもちろんそのワールドカップで結果を残すっていうところをこう、っていう目標を持ちながら日々こうやっぱりサッカー、まあ一日一日積み重ねてますけど、まあまずはそのメンバーにしっかり入るっていうところで、まあもちろん本当に個人的にも活躍してチームを勝たせられるような選手になりたいですし、やっぱりなでしことしても本当に、まあ、女子サッカーのために結果を出すっていうことはもう本当に私たちの責任というか、そこが一番大事になってくると思うので、まあ、一試合一試合本当に結果を求めて戦いたいなと思います。最大の目標難しいな。でも最大の目標は、まあ、やっぱりオリンピックだったりワールドカップだったりっていう、本当にそういう国際試合、国際大会で、まあ、優勝することっていうのは、まあ、ずっと小さい頃からの夢でしたし、まあ、今も本当にすごくそこを目標にしながらやってますし、まあ、個人としてはもう世界で通用するプレーヤーになるっていうのが、まあ、ずっと思ってることなので、その2つですかね。まあしっかり、ボールに関わりながら、まあ、攻撃のリズムを出すところだったり、決定的なチャンスを作り出すっていうところで、もう攻撃はそういうところもしっかり出していきたいし、まあ、守備でもしっかりこう1対1で負けないだったり、まあ、チームに貢献して試合を勝たせられるようなプレーをしていきたいなと思います。